海図。海図、海図は、水路寿司の一種で、航海のために作られた、主題図。航海のために必要な水路の状況、すなわち、水深、提出、海岸地形、海底危険物、航路標識などが、正確に見やすく表現されている。一定規模以上の船舶には、備え付けることが義務付けられている。海図は、航海のために作られるので、 航海に使いやすく配慮されている。海図の精度は航海速度に直結する。イングランド・オーストラリア間の航海においては19世紀初頭に4ヶ月、かかっていたのが20世紀頭には1ヶ月になった。海図の推進の基準面は、陸図の高さの基準面、東京湾平均海面、TP と異なり、最低水面が基準面、すなわち0メートルとされている。 最低水面とは、各地ごとに、潮積観測を行い、これより下に海面が下がらない、面、逆最低低潮面、最大干潮時の水面のことである。そのため、いくら潮が引いても、海図に記された水深より浅くなることは、ほとんどない。この基準は、座礁を防ぐ。海図上の海岸線の位置は、最高水面、最大満潮時の水面。 逆最高校長名を基準とし、この海面が陸地と接する線である。そのため、陸図とは異なることもある。海などに架か,かる橋の高さも最高水面を基準としている。海図に記される灯台や島の高さは、その地の平均水面、潮の満ち引きがないと仮定した時の海面からの高さで表示する。等身線という、 水深のほぼ等しい場所を結ぶ細線が記載されている。東映法は主に昇格図法の一種であるメルカトル図法による。このほか、海図には東大などの航路標識の位置、定置網などの漁具の位置、無線局の位置、沈船の位置、海流、潮流一般、港海、海底の提出などが図示されている。ただし、海上や海底などの状況は刻々と変化するので、 海図は常に水路通報などで最新の情報が反映されたもの使用する必要がある。講義の海図は航海に用いられる航海用海図及び航海の参考に用いられる水路特殊図を指す。競義の海図は前者の航海用海図のみを指す。このほか、海洋開発等に広く使用される海の基本図もある。航海用解図には総図、 紅葉図、航海図、海岸図、港パク図の5種類がある。水路特殊図は、航海の参考に使用される図で、講義の海図に含まれる。水路特殊図には、海流図、潮流図、地震偏差図、体験広報図、パイロットチャート、位置記入用図、転速位置記入用図、漁具定地下所一覧図、即地形変換図、露海線等等下表示海域一覧図、 海図図式などがある。一般的な海図が航海のために作られた海の主題図であるのに対して海の基本図は海の多目的な利用、海洋開発、環境保全、防災等に供するために作られた海の一般図と言える。海の基本図には大陸法の海の基本図、縮尺別に二十万分の一、五十万分の一、百万分の一の三種と 沿岸の海の基本図、縮尺別に1万分の1、5万分の1の2種がある。オセアニアの原住民は木の枝を使った独自の海図を利用していたが、現代の海図は中国から羅針盤が導入された13世紀のヨーロッパで発達した。最も古い海図は13世紀の赤頃に地中海一帯で用いられたポルトラの海図、ポルトラノと言われる図で、 図示された羅針版コンパスローズから多数の方位線が引かれている。15世紀以降の大航海時代には航路の開拓とともに推進も徐々に記入されるようになる。1569年、オランダの地理学者メルカトルが軽戦と遺線を格子状に書き込むメルカトル図法を案し、以後の海図にはメルカトル図法が用いられるようになった。日本では 安土桃山時代から、鎖国前の江戸時代初期に海図が用いられた。幕府の許可を得た貿易船、朱印船貿易では、ボルトラの海図が用いられ、中国沿岸や東南アジア各国へ航海していた。しかし、鎖国と共に海図は用いられなくなった。江戸時代後半になると、沿岸の海運も活発になり、実用的で簡易な海図。 海世州構造が作られるようになる。また、欧米各国の船が開国を求めて、日本沿岸に現れるようになり、中には航海の安全のためとして、勝手に沿岸を測量し、海図を作成し始める国も出た。これらの状況は、解剖の上でも、海上交通の安全からも問題があるとみて、幕府は、海図の作成を始めようとする。まず、沿岸の測量を行い、 1821年、文政4年には、井上忠たが大日本宴会を知前図、井上渦を完成させた。開国後の1862年、文久2年には、幕府も日本近海の測量を始めたものの、本格的な海図作成は、明治時代になってからであった。1870年、明治3年には、イギリスの測量船から指導を受け、三重県の的屋湾と大汗湾。 諸悪諸島の測量が行われた。1871年、明治4年には、日本海軍水路量、水路局が創設され、北海道の諸港湾、岩手県の宮古湾と釜石湾が測量された。そして1872年、明治5年、日本海軍水路量は、第1号海図、陸中国釜石港の図を作成し観光した。以前の日本の海図は、 日本測地系で作成されていたことがある。最近の海図は世界測地系で作成されている。世界測地系と日本測地形の緯度経度は400から500メートル程度ずれているので1万12つの形を混用すると混乱や事故のもととなる。日本の海図の経緯度は下里水路観測所の本土基準点を基準として作成する。 世界各国の海図作成機関は国際水路機関に加盟し水路業務の発展と国際協力を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。